こんにちは、ミッドウェー創作の村井です。佐々木です。佐藤です。お願いします。よろしくお願いします。さあ、9月最終週も10月に向けて結構新入荷目白押しなんですよ。はい、はい、トゥードロップツアーを再びやりたいと思いますので、ボリューム2、はい、結構1個ずつ紹介したいんですけど、たくさんあるんで今回はずらーっと紹介したいので、ぜひ最後までご覧くださいませ。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ウィンドウからご紹介していきたいと思います。まあ、まずはやはりメゾンのアルジェラですね。かわいい、はい、先日の YouTube もぜひ外から見てもかわいい、合わせてご覧いただければなと思います。はい、これ前回のテードロップツアーでご紹介したんですね。宇崎さんが誰かの子に似てるって言って物議を醸してた。誰なんすか。さあ、一回売り場買いもしてどんな感じになってるか楽しみなところだと思うんですけれども、まずニュードロップ1はラフシーズンランナーでございます。はい、2022年秋冬も、まあ、今回はね16世紀のアート作品からインスパイアされたコレクションなんで、16世紀ですからね。16世紀の素晴らしい配色生きてたら、はい、近未来的フットウェアになっておりますので、まずはラインナップから。やっぱこれかっこいいですよね。2001、はい、あれ今日みんな履いてないですね。あ、今日はお休みしております。2001、はい、はい、こちらが9万と200円でございます。これもう配色の妙が詰まりに詰まってますね。サイロン21、税込み7万400円でございます。素材感も少しアップデートが加わっておりますので、いや、面はめちゃくちゃ良くなってますよ。よりこの近未来的フットウェアというコンセプトにこう準じたようなファブリックのチョイスになってる。すごいね。素晴らしいです、ね、なんかまさにサイロン。え、まさにサイロン。まさにサイロンなんですか。はい、すごいね。なんかすごくなってきたな。いよいよ、いよいよ本気出してきたね。大定番でございます。はい、はい、オリオン税込み48,400円、ブラックと、まあ、これももう完全にもうアート作品みたいなカラーパレットですね、はい、見てくださいこれ、はい、素晴らしいです。これデビューの時なんですかね。これね、あ、そうですね。これ昔もあの使ってたんで、これかわいいですね。今回が顔が入りましたんで、はい、で、まあ、今回のディティールなどは着用しながらご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速2001、はい、着用してみました。税込み9万200円でございます。これが2001。そうです。まあ、ラフシモンズランナーは全てこの近未来的フットウェアということで、こう宇宙に目を向けたこうスペーシーなデザインがモチーフとなっております。2001年宇宙の旅がインスパイアですね。ね、素晴らしいですよね。このアッパーの無駄のないスリムなラインに対してのソールはスニーカーソールをドッキングするっていう、すごい履きやすい。なんか履きやすさが半端じゃないですし、この今回はスライダーの部分のアップデートがあって、うん、R チャームの少しこのエレガントな要素が加わってるので、これ初めて、これ初めてです。今回は初めて。前はリングのジップで、うん、はい、でも値段は変わらないので。あ、そうかそうか、前回も入れたか。久々うちで2センチ久々だよね。そうです、これベストシーズンじゃないですかね。で、こっからまあ秋冬の予想になってくるわけで、白もこういう、あ、これくそいですね。エクリューだよね。そうですね、エクシェルじゃエクリューだな。きなり寄りだもんね、どっちかって言ってね。そうですね、かわいいやん。エクリューに対してのこのアイスグレー、素晴らしい配色ですね。かわいいやん。で、意外とこのね、はい、スリムな形状に見えますけど、履くとやっぱすごいちゃんとこのブーツ感、ビジュアルとしてのブーツ感はしっかり演出してくれるので、はい、これから秋冬に向けてバッチリの足元なんじゃないですかね。カーゴと、はい、見せるタイプのスタイリングで、はい、ぜひともこれは試しに着ていただきたいですね。履き心地に感動でございます。はい、続いてはサイロン21、税込み7万400円のご紹介です。こちらの方は44までサイズ展開しております。あ、そうなんですか。これワンサイズ上げた方が、はい、あのフィット的には良さそうですよね。爪先遅いんだよね、このままランダスの時から。はい、なのでこれは44まで展開しております。いいやん、素晴らしいですね。いいやん、今回このやっぱなんかエナメル入り、はい、革バブルメッシュ、何これコーティング、素晴らしい素材、ね、いつもよりもアクセル踏んできたな。そうですよね、かっこいいよね。かっこいいですね。これを待ってたよね。これを待ってます、ね、この感じだよね、ブラッシュモンズは。なんかコレクションも期待できるもんな、今な。そうですね、結構なんかこういう、まあ、コレクションのグラフィックものでもグリーンとかオレンジとかピンクとか、うん、割とこうビビッドなアーティスティックなカラーリングが多いので、まあ、やっぱそこの足元に対しては
やっぱりベストマッチな配色で作ってるっていう感じがしますね。お普通の、はい、普通のウェアに履くだけだよ、はい、おしゃれになるっていう。これはもう大人の方にはもうぜひおすすめ。そんな激しいものじゃなく、そうですね、ちょっと可愛いの取り入れたい方にぜひ、はい、でもやっぱりどこにもないプロダクトになってるっていう、その宇宙的なデザインと、ラクシモンズランナーっていう名称なんで、やっぱ一番履き心地なんですよ、はい、履き心地がものすごくいいので、デザインはしっかりあるけど機能もあるっていうので買い付けさせていただいておりますので、なんか靴のバリエーションでお探しの方もぜひとも、これ可愛いですね。で今回はやっぱブルーがテーマだから、はい、両方ともブルーのカイレースがつくのと、はい、後ろのあのこれもブルーが、ブルーグリーン、こっちはブルーだから、はい、ヒール部分はパンツ取り外しかで交換も可能ということで、そこも嬉しいですよね。いろんなスタイルで一つあるとコーディネートができる。ハードだから効果いいのかな。いや、どうなんでしょうかね。青が効いてるよね、それもこれも、はい、僕はもうこれで完成されてる気が。やっぱラフすごいな、はい、最後はオリオンですね。税込み 48,400円でございます。めちゃくちゃ軽いですね、これ。え、めちゃくちゃ軽いですね。久々履きましたけど、久々履いたら、はい、で、このすっきりしたフォルムにこのスムースな綺麗なレザーっていうのが、まあ、これはやっぱもうこのシンプルだからいいやな。そうなんですよね、まあ、このシンプルがいいんですよ。もういろいろね、はい、もうやるのもいいですけど、やっぱりシンプルが一番、はい、でも履くと分かりますよね、違いというか。いや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 、このすっきりしたフォルムと、なんか紐もなんか少し、これでもオールブラックも今までで一番いいんじゃない。いいですよね。なんか革の質感も高級感あるし、はい、なんか前の前とかやっぱ合皮の時とかもあったんで、うん、今回はあのしっかりカーフレザーで、なんか本当革靴みたいなビジュアルに見えるってるけど、はい、これピンク当たりでしょ。当たりです、このセクシーなピンク。セクシーですね。あ、もうこれしかもこれ中はもう汚れると覚悟で、はい、これもあの同じエクリューのインソールになってるから、もうこれだけで可愛いもんな。そうですよね、これでペナペナになったら絶対可愛いもん、はい、そして見えない部分ですがオリオンなので、はいはい、星が星になってます。星になってますか。こういう、あ、可愛いっていう部分もやっぱりさすがですよね。さすがです。はい、ニュードロップ1からちょっとついつい長くなってしまいましたが、はい、続いていきましょうか。はい、続いての注目のニュードロップはセントマイケルの CLF ニット。ではお次はセントマイケルのダメージニットですね。46,200円、サイズ ML 展開です。僕が M です。僕が L です。これ見て、相変わらずのこだわりっぷりですごいよね。ジョキ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 されてますけど、いいですよね。まあそんな変わんないよ。でもやっぱ L の方がだいぶ着丈出るね。俺も M で十分オーバーサイズと。で CLF コピーライトライブレーションフロント、おお入れた、入れました。ここも見てください、これ凝ってるよね、めちゃくちゃ。まあこれは 46,200円の売れるやつやんっていうことで、はい、おかっこいいですね。かっこいいです。まあリックみたいに黒でもいいし、もうデニム 100% 合うし、そしてあ、でもこれ今あの T シャツとかで着てますけど、意外とというか全然肌当たりいいですからね。いいです、いいです。結構ニットどうなんかなっていう方はぜひ試しに来てみてください。いいと思いますから。でソックスもあるんで、あっちになぜか今年はソックスがうちの店多いんですよね。今まで全然なかったくせに徐々に。オフです、ね、はい。パオとパオ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 と村井くん着用のセイントアイがかっこいい。はい、もう最初しか揃いませんからね。これもね3300円となっておりますので、ぜひ合わせて、何だったっけ、セット買いでしたっけ。セット買い、コンビ買いです。コンビ買いで、買いでしてください。そして続いてはこちらです。じゃん、9月の20日にビッグ OS の、まあ、いわゆるボンバーですね。はい、ボンバーセレクションということで、めちゃくちゃいい。まあ、ひとまず3方揃いましたんでご紹介したいと思います。まずはジャンボピーターフライト WF 素材、サイズ48、税込み 28,200円、アルパカウールフェルトでございます。はい、これはもう本当素晴らしいですね。ピーターシリーズ
まあここ数シーズンリック・オーエンスが意欲的にトライしてるニューシルエットでございますが、すごくないですかこのジャンボタトフィンのパワーショルダーとピーターのこのドロップ感が共存してるというか、なんか完成形な気が僕はするんですけど、これはね、はい、カッティングがやっぱり楽しめる。すごいそうです、この動いた時のこの力強いシルエットとこうスッて落ちた時のなんていうんですかね、この女性的なドライブと、これはね、ほんとすごいですよ、見れば見るほど。これウルフェルター結構立ち落ちしますから。そうですね、これまたいいわ。そうね、シルエットとかは結構トライ攻めてるんですけど、やっぱこの素材の素朴さというか可愛さがあるので。そうです、まあオーバーサイズなんでね、46でも、はい、48でも、まあそれは気にせずに。そうですね、46ないかって言われても48でちょっと勘弁してもらいたい、はい、これはダークシャドウの方です。ジャンボフライトで MU 素材ですね。はい、コットンナイロンファイユでございます、はい、これも綺麗な素材ですね。ごめん、こっちに値段書いてなかったんで値段見てもいいですか。これは税込みで214,500円です。めっちゃ似合うやん。 ありがとうございます。ダークシャドウのプリズナーにめちゃくちゃ似合うやん。めっちゃ似合ってますよね、僕。うん、もうかっこいいこれ。めっちゃ似合うやん。全然違いますね。うん、細い子着た方がいいわ。めっちゃ似合ってる。ありがとうございます。いや、これ欲しい。で、ちょうどいい中目ですよね、このパッキングの。せやな、うん、そうそうそう、入りすぎずね。あ、中綿は入ってるんですけど、な、段ほど入ってないから着やすいよな。めっちゃ似合うやん、これ。いや、僕ダークシャドウめっちゃ好きなんですよ。これめっちゃかっこいいわ。あ、ここがやっぱりついてるやつ。そうです、これ。で、まあ今回買い付けのテーマとしてはいいやっぱり、またテーマ、はい、はい、リックオーエンスではやっぱこのトライしてるやっぱり新素材の方を注目してピックアップしてて、やっぱりダークシャドウの方ではこういう定番的な、あ、そうです、これ、はいはい、リックのボンバーといえばの素材っていうので結構ピックアップしてるので、シーズンならではのもの欲しいって方もやっぱり間違いない新定番っていうか、まあ、定番欲しいって方もいると思うので、そのあたりはこれが意外と便利なんですよ。 NA1 ってこうバラバラってなるか、オーバーサイズってこれだけでジッパー閉めてもいいから、この動きを楽なんですよね。こうずるっと抜けちゃうことがないから、めっちゃ似合うよ。ありがとうございます。てかそれもいいですね、ゲスビートラスト41。我こそはちょっと足が小さいよっていう方はぜひね、よろしくお願いします。で、こちらの方も、あ、ちょっと、はい、はい、紹介したいと思います。さあ、3つ目はクロップトフライト50サイズ288,200円。お素材が LLLLP です。ピーチドラムスキンでございます。LLLLP、 はい、これ上がるでしょう。そうですね、この縦落ちもうまた来てたらね、あ、彼女様奥様にまた鏡見てるしょって言われる。でもこれはもう男のもう好きが詰まった一着ですね。そうそうそう、MA1 ミリタリーだし、また来てた革だし、このジャケットのドレープだし、はい、素晴らしいです。これもかっこいいからな、見ちゃうんやな、かっこいいかなって思って。そうです。でもラムですけど、やっぱこのしっかり肉感があって、そう、ツヤも綺麗で、 LLP はいい。そうですね、これはいいですよ、金の一番いい。めちゃくちゃ軽いですし、うん、昔のラムほどベラベラ感もなく肉感あって、でもね、しっとり感も抜群ですから、うん、ぜひとも28、もうまあ今安定してるんじゃないですか、レザーはね、逆にね、28,200円。こちらも、僕これ今度ナイロン着てみましたから、はい、また村井くんとは違うよね、全然変わりますね。でもやっぱ俺はグルのが好きかな、うん、僕こっちの方が好きです ね、 ね、やっぱ若さがある方がこのナイロンの方がミリタリーが強く出た方がいいと思う。続いては秋冬のコーディネートのアクセントにぜひというので、ザ・ハットです。では帽子かぶっていきたいと思います。これからいきます。はい、デニムで未来。あ、はい、ありがとうございます。毎日ファッション大賞の話題賞いただきました。はい、こちらのデニムで未来プロジェクトはあれですね、リーバイス501の廃棄されるものを使って、いろんなデザイナーさんがこうアイディアを出しながら、はい、サスティナブルに似合うねー、似合ってます。はい、制作するという。ニゴさんもかぶってた、ニゴさんもかぶってた、かぶってない、あ、すいません、作戦違った、勘違いか、はい、これいいですよね。僕もこれおすすめなんですよ、デニムパンツ履いてる方に帽子でこう合わせていくっていう、
しゃれ、いいおしゃれだよこれ。そうなんですよ。しかもやっぱりこの配置されるものをこうパッチワークで組み合わせるんで、はい、表情がものすごいありますね。あります。いいわ。でちなみにこれつながりとこのパンツダブレットも、あ、そうです、このシリーズでお作りしてるものでして、はい、いいです。ぜひ合わせて。これなんて4面切り替えてますからね。そうですね。ことで、もうすごくないですか。やっぱデニムなんで経年変化すごい出てるんで、その経年変化を合わせていくっていう。まさにデニムで未来。まあ、ダブレットつながりでいくと、この、はい、つなげますね。はい、木島さんのコラボレーション、ホワイトベースとトリプルネームサウナハットが燃焼したサウナハットっていう、燃えちゃってます。はい、まあ、今シーズンのダブレットのキーのデザインであるバーニングエンブロイダリー、まあ、それをこの木島さんのハットメイクに落とし込んだという素晴らしいコラボレーションです。ちょっとビューってやりましょうか。はい、どうですか。これ本当形がすごいいいんですよ。この頭もすっぽり入る、サイジングと、やっぱこのフィンランドでなんかこう計画的にこう伐採されるあの素材があって、まあ、そこからこの作ってるんで、まあ、本当サウナの発祥からデザインしていくという。なるほど、環境にも配慮している。そうなんですよ。やっぱ伊野さんのものづくりのこの精神がものすごい詰まってるし、サスティナビリティですね。木島さんのこのシティ感のあるハットのやっぱりシルエットの作りとか、いや、いいよ。うん、溶け込んでますよね、うん、街にいてもやっぱりすごいと。でも黒じゃないしね。そうなん、みんなが被ってるやつはちょっと違うから、はい、圧倒的に差別化はできると思いますよ。このままサウナ防止してもいいですもんね。うん、そうですよね。はい、そうです、ね、乾燥も防げるんだ、はい、頭ので僕のおすすめこちら木島孝之さんのビッグエコファーハットで、やっぱり洋服もね、なんかちょっと違うね形で。オーバーサイズビッグシルエットが増えてるんで、やっぱりボリューム合わせていくっていうのも、これはもう非常にトライアルなハットとなっておりますので、もう我こそはという方はチョッパーみたいな、うん、でも被ると意外といけちゃうんですよね。いける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 、はい、しかも身長も高くなるからスタイルアップにも見えるし、リアルに暖かいし、さすがおしゃれ。これニットとのコンビがぜひおすすめです。え、それいくらなんですか。26,400円だよ。いいです、似合ってる似合ってる。本当ですか。うん、この辺はなんか適当にクシュクシュってやるんですよね。あ、せやね。うん、そう思いますね。5つ目。はい、ラスト5つ目でございます。最後はちょっとね、重めに、はい、ジョン・ローレンス・サリバンのスペンサーセットアップをご紹介したいと思います。めっちゃかっこよさそう。どうですか。どうですか。ジャケットが99,000円、パンツが41,800円でございます。まあ、どちらも抜群にかっこいいでしょう。簡単のロングスリーブになってます。そう、超ロングスリーブのジッパー付き。ジッパー、こういうミックスでコーディネートしてもらってもものすごくハマりますんで。いいですね、このロングに合わせるのね、はい、めっちゃ可愛い。でもやっぱこれセットアップが俺はすごくいいと思うけどな。それは今年そんな気がします。シンプルに、はい、みんな今なんかちょっとかなりテクニカルになってきてるんで、その中でこの潔さと、潔い、そんなに。でだいぶラペルが今回は下がり気味の、まあ、より前下がり度の強い縦落ち側のこれなんていうんですか、ダラッとと攻撃側の強いジャケットになってますんで、さすがアラスさん攻めてきますんで、ね、最近構築的にはシルエット多かったですけど、なんか今季ぐらいがやっぱ結構ドレープが出る、ね、デザインになってきてるんで、またちょっとね、いつもとアプローチ違う、ね、なんか中性的とかジェンダレスとかそういうのじゃないですけど、なんかこう色気がある感じのドレープになってきてるものづくりを感じます。すげえかっこいいです。なんでそうなんですよ。素材もいいし、もうこのブラウンとかももうぜひ、ブラウンいいですよ、これ成人式に。これ単体でも絶対かっこいいんで、パンツ単体、ジャケット単体でもいきますから、はい、まあ、ブラックと言わずにぜひこちらもお楽しみになってくださいということで、はい、ドレープが出る素材チョイスになってるんで、見た目よりすっごい軽くて着心地もいいので、はい、これはめっちゃいいんで、ぜひともチェックしていただきたいですね。というニュードロップ、今回も結構入ってきましたね。そうなんです、はい、まあ、これ以外にも本当たくさんありますし、まあ、来られる時にはさらにボリュームアップしていると思いますんで。それでは9月ちょっと後半になりますけど、10月も共によろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。